はい。やっぱり冬はマイルームをビーチ仕様にしてゆったりするに限るよね。水着冷気の本番は夏なんだし、今は冬、バレンタインだしね。そう、バレンタイン。思いつかない。なんなのまーちゃん、チョコもらいすぎ。チョコのバリエーション多すぎ。料理多すぎ。重いもの、過去物理的にも精神的にも多すぎ。いろいろなもの多すぎ。以前みたいに一生懸命作っておけばそりゃ喜ばれるけれども、なんかこう、所詮お前は底止まりなのだっていう感じがこう、こう腑に落ちない。何をどうすればいいんだろう、いいんだろうな。はぁ、あ、変なコンソール触っちゃった。背景が切り替わっちゃう。てうわ、なにここ、日本の学校の教室じゃん。こんな景色あったんだ。あれ、でも一覧にはなかったな。バグデータか何かかな。まーちゃんの年を考えると、こういうとこで授業を受けてたんだろうね。クラスメイトとかと一緒にさ。はぁ、ほっ、思いついた、思いついた。これなら、絶対にときめいてくれるはず。やっほー、まーちゃん。お、テンション高いね、高いね。浮かれてる？浮かれちょこってる？というわけで、今年のバレンタインはちょっと七味唐辛子くらい違うぞー。ま、とりあえずほらほら、私の部屋に出発だは、今回関係ありません。さあ、そのこたつの中に、さっさっさ、レッツダイブ。はいはーい。こちら私が偶然発見した教室の背景データでーす。もしかしたらまーちゃんの知ってるそれとはちょっと違うかもだけど、どうかな、懐かしかったりする？あらら、ごめんごめん、ちょっと古すぎたか。まあでも私の目的としてはここが理想形だったし、悪いけど今だけはここで我慢してね。うん。ねえ、まーちゃん。バレンタインのチョコレート、受け取ってくれる？ありがとう。チョコレートと、それから、手紙つけたから、読んで。じゃあ私はこれで、さよなら、さよなら、さよなら。あなたと初めてお会いしたのは、遠い昔のような気もしますし、少し前のような気もします。私はあなたのことをずっと見ていました。あなたの一挙手一投足を、つぶさに。これは、ときめきというものなのでしょうか。それとも。ブブごめん、この手紙を忘れて。夜中の電
ンションで、テンションがガー上げで、なんか帰っちゃってちょっと やばいから、改めて当たり障りのない令状をお送りしますので、絶対ダメ、恥ずかしいぬ。そういうわけで大さらば。何考えてんのよ、昨夜の私。全部読まれる前に回収できて本当よかった。あ、うわー。